コロギスは、バッタメコロギス科の昆虫。名前の通り体型はコオロギ、色など、全体の雰囲気は、キリギリスのようである。体長30から40ミリメートル前後。メスは、オスよりやや大きい。名前が示す通り、コオロギ類と、キリギリス類の中間的形質を持つ。体は明るい緑色、足は若干青みが強い。前、中脚形設には、トゲが並ぶ。 このトゲは捕食行動の際用いる他派を綴る際、抱え込むようにして滑り止めの役目を果たす。他のコロギス浄化の仲間で歯を綴る習性がないものは、このトゲがまばらであるリオックなど、後ろ足はあまり長くなく、もも節もあまり膨らまない。このため跳躍力はさして強くないが、危険を感じると跳躍した後素早く走って逃げる。頭部には、 非常に長い触覚を備え、複眼は高褐色、単眼は乳白色黄色で目立つ。羽は高褐色で腹先からわずかに出て、質が薄く威嚇の際広げて体を大きく見せるのに使うのがほとんどで、飛翔の役には立たない。発音機もないため泣くこともできない。産卵管は褐色で棒状。若干上に向かって沿っており、体調とほぼ同じ長さ。 日本、朝鮮半島。平地や鉱山帯までの紅葉樹林に生息し、特にブナカ樹木に依存する傾向が強い。主に樹幹部にいて警戒心が強い上や構成のため、なかなか見つけにくい。昼間は、自ら出した糸で綴り合わせた葉に潜み、夜間這い出してきて行動する。雲の中にも、同じように葉を綴って昼間その中に潜む種類がいるが、 雲はコロギスのように歯を噛み切ることができないため、住居による区別は容易である。また、コロギスの糸には粘り気がない。主に動物質を食べるが、自分より小さな昆虫のほか、地面で引かれて死んだ虫なども食べる。また樹液や蜜や果実、油虫や貝殻虫の排泄物などを甘みのあるものを好んで摂取する。明かりに来て昆虫を刈ることもあり、 この時は若干警戒心が弱まる。逃げ足は速いが、逃げられないと悟ると突然輪を開いて顔を上げ、威嚇の姿勢を取る。かやきりなどの草切り類に比べると威嚇行動は頻繁で積極的である。噛みついてくることもあるが、ほとんどの場合後ずさりしてそのまま逃げてしまう。羽に発音機がない代わりに足で物を叩くようにして発音する。メスは、 産卵管を用いて、ブナカの朽ちた材に産卵する。卵はそのまま孵化するものと一回冬を越してから孵化するものとがある。いずれの場合も幼虫は8月頃孵化し、アシューレイ幼虫の少し手前まで成長して越冬する。地上の落ち葉や地面近くの葉を綴ってその中で、冬の間を過ごす。アシューレイから、シューレイの死ガは、成虫の羽根と同じ色をしており、目立つ。 翌年4月頃活動を再開し、6月頃化する。ありがとうございます。